踏み出せ。マイ、俺はもう。逃げない。戻らない。全力で。前へ。俺、分かってたんだ。兄貴は本当はやれる男だって。兄貴が活躍するところ、もっと見たかったな。ティル、ティル、ティル。俺は誓う。もう逃げない。後戻りもしない。止まらない。足が折れても、目が見えなくなっても、前へ走り続けるから。きっと、どこかで見ていてくれるよな、ティル。そして俺は、世界の中心に向かって走り始めた。何も入らなくて言葉も選んだ。歌声も絵の具の数もいつも無理してた。親切じゃなくて突然記憶も消えたりしていた。あの頃はだけど誰もが夢中になって、戦乱の絶えない大地、コンシューム大陸。そこでは、青き瞳のセグア王国と赤き瞳のニンテルド帝国が大陸の覇権をめぐって争っていた。ただここ数年、帝王マルクスの台頭により、ニンテルドの勢力は一気に拡大。大陸の9割をニンテルドと、その同盟国が占める形となり、セグア王国は劣勢を強いられていた。とうとう来たぜ、ティル。ラムセス副将軍。騒がしいですよ。どうしたのですか？すみません。ラムセス副将軍、変な男がいきなり軍に入れてくれと。誰ですか？セグア人には違いないんですが、素性はちょっと。確か名前はギアとか。ギア？あなたですね。我が軍に入りたいというのは。あの。俺、セグア軍に入りたいんです。お願いします。やはり彼は。そうですね、わかりました。ギアと言いましたね。もしセグア軍に入りたいのでしたら、あなたは今からここで戦って力を示してください。ここにいる全員と。そんな無茶です。不服ですか？いえ、わかりました。ここにいるのは正規軍の精鋭50人。さあ、見せてください。あなたのキラーの力を。はじめ！すごい！なんだ、今のスピード。見えたか？なんなんだ、こいつは。
前に出る。証明するんだ俺の力を。全滅。わずか数分で彼は私の想像をはるかに超えている。待て小僧。まだだ。いい気になるのはまだ早い。セグア軍随一の怪力、防衛隊長ハリス。スピードは大したものだ、認めてやろう。だがパワーは増加だ。何？はあ！来た。彼こそが私の待ち望んだ存在。彼となら作れる。セグアの時代を。お兄ちゃんすごい。ニンテルド帝国からコンシューム大陸のシェアを取り戻し、このハード戦争を終結させる。だから言ったろうが、お前らみたいなゲームが何も分かってないような奴らじゃ。ここをコンシューム大陸では、通用しないんだよ。終わったな。前評判ではスペックがすげえすげえみたいに騒がれてたみたいだが、全然クソだったな。もう今週の大陸に俺らに盾つくやつもいねえし、まああとはセグアくらいなもんかな。チコチコはなんか仕掛けてくるって噂も聞いてるしね。セグアか。セグアがどうでようが揺らぐことはない。我々ニンテルドの目的はただ一つ。私は信じている。我々は天に任されていると。正直今の戦況はあまり良くありません。領土の9割はニンテルドとその同盟国に抑えられています。しかし次の作戦で反撃を開始します。次の作戦の標的はニンテルド友好国タトランドのホープトリデ。ここに囚われているアレックス将軍を救出、その役割を果たす第一特殊部隊にギア、あなたを任命します。なんだか話が早すぎてよく。次の作戦で最も重要な部隊です。不服ですか？いえ、不服じゃないっす。お前ならニンテルドの奴らをぶっ倒せる。いやいや、すごいよお前。よろしく頼むぜ。次の作戦一緒に頑張ろうぜ。それにしてもセグアにまだこんな戦士がいたとはな。今までどこにいたんだ？オパール、あなた何を。ちょっとした挨拶。上から見てたわよ。そいつ特殊部隊に入れるの？彼女はオパール。あなたと同じ特殊部隊の一人です。セグア軍ナンバー2の実力の持ち主です。ナンバー1の実力を持つアレックス将軍は今捕まっていますから、実質彼女がセグア軍ナンバー1の戦士です。俺ギア、よろしく。私はネルって言います。まあとりあえず今日は休んでください。部屋は用意しますよ。詳しくは明日。おお、ふかふかだ。こんなベッドで寝るなんて久しぶり。手紙？ああ、そうみたいだ。今日は疲れた。早く寝ようぜ。うん。何の用だ？こんな時間に呼び出して。
よく逃げずに来たわね。単刀直入に言うわ。あんたが嫌だ。はあ？あんたと一緒に特殊部隊で戦うのは嫌だ。私と勝負しろ。もしあんたが勝ったら何でも言うこと聞いてあげるわ。でも私が勝ったら、あんたは城を出ていけ。いいぜ、あんたがそれで納得するんだったらな。そういう態度が気に入らないの。力を示せば何でも思い通りになると思ってる。自分より弱いやつを倒していい気になってる。まるであいつみたい。あんたみたいな男一番嫌だ。あんたの力はさっき見た。不公平だから私の力も見せてあげるわ。そこの地面の石を思いっきり投げてみなさいよ。こうか。わかった。どんなにあんたが早く動いたとしても私は決して外さない。セグア人同士本気で殺し合うほどバカじゃないわ。試合は一撃、有効打を入れた方の勝ち。いいわね。ああ。じゃあ始めるわよ。この小石が地面に落ちたらスタートよ。いいぜ。勝った。この時点で私の勝ちは確定した。矢をかわすために回り込むつもりだろうけど、あいつは攻撃するために距離を詰めなくちゃならない。必ずこっちに飛び込んでくる。その一瞬を逃す私じゃない。所詮は野蛮人、あんたの勝ちはない。私はあんたと違って何年も何年も戦ってきた。山から降りてきたばかりのネズミが思い上がるのはここまでよ。もうすぐ早い。ああ、起きた？ちょ、何よ！下ろしなさいよ！気絶してたんだ。こんな夜の浜辺でほっとくわけにはいかないだろ。俺、みんなに勝っていい気になってるって思われたかもしれないけど、そんなことないよ。俺はただ、少しでも早く認めてもらってセグアの力になりたいと思ったから。俺は確かにこの間まで山に隠れていた。全然前に進もうとしてなかった。自分の愚かさに気づかなかったんだ。一番大切な友が死ぬまで。何年も前から戦っていたんだろう、あんたたちは。だから俺、あんたたちみんなを、俺より何年も前から前に進んでたあんたたちみんなを尊敬してる。こいつ嫌なやつじゃなかった。ただ本当にまっすぐなだけ。後で謝らなきゃな。自分で歩ける。で、何をすればいいの？は？いや、ほら、あんたが勝ったら何でもするって。やばいな、絶対負けないと思ってたから調子に乗っちゃったな。でもあれは俺の勝ちとは言えないし。だってあの時、あのまま矢を撃ったら頭に直撃しそうだったから躊躇したんだろ。オパールって意外と優しいんだなって思っちゃったよ。負けは負けよ、さっさと命令しなさいよ。うん、分かった。じゃあこれからも俺と一緒に戦おうぜ。よろしく。よろしく。ラムセスさん、特殊部隊の作戦決行はいつなの？俺ら二人でバッチリやりますよ。いけるわ。私とギアのコンビでギアだけにうまく噛み合えば。あ、今私うまいこと言わなかった？うまくねえよ。よかったわ、二人が仲良しになって。なんでこの二人いきなり仲良くなってるの？今日ここに呼んだのは、その特殊部隊のもう一人のメンバーを紹介するためです。もう一人のメンバー？私知ってる人？いいえ、
彼はセグワ人ではありません。ということは傭兵、金で雇ったってこと？そうですね。大丈夫なんですか、そんな人？ええ、腕は確かです。あなたたちと同等な力を持つ戦士はもうセグワにはいませんから。彼の名はテジロフ。かつてパズル魔導学院で魔導を学んだ私の先輩です。へえ。どんな人なんですか？そうですね、一言で言えば天才、理論派の天才といったところでしょうか。理論派の天才。もうすぐここに来るはずです。予定ではあと5分ほどで。理論派の天才ってなんか時間ぴったりに来そうだな。そうね、早く会いたいね。うん、遅くないっすか？おかしいですね、しょっぱなからこんなんで大丈夫かな。来た。いやー、どうもどうも。オナニーに熱中してたら遅れちゃったよ。ナンセス、久しぶり。相変わらずいい女だな。後で入れさせてよ。いいから席についてください。将軍が捕まって厳しい状態なんだってな。まあ安心しろよ、将軍が抜けてぽっかり開いた穴には俺の棒を入れてやるからよ。こいつ大丈夫か？ふんふん、なるほど、大体の状況は分かった。ちときついな、このメンバーでは。この巨乳少女とこの素人少年ではな。胸は関係ないでしょ。この耳少女は？え、いや、私は戦ったりはできないんで。ふーん、まあいいか。作戦まであと何日だっけ？4日です。4日か、それだけあれば十分だな。よし、分かった。戦術決行までの4日間俺がしっかり鍛えてやろう。穴だらけのお前らに俺の棒を入れまくってやるよ。よし、じゃあ始めるか。本当に大丈夫かな、この人。まずはお前からだ、素人少年。お前、俺を舐めてんだろ。いいぜ、まずは全力でかかってこい。そしてお前のメモリーに刻め。初めて会った自分より強い男は下ネタを連発する下品な男でしたでな。見せてもらおうか、入隊1日目で特殊部隊に選ばれたというその力を。早い。だけど止まっちゃうんだよな、これが。お兄ちゃん、ギアのスピードが見切られた。お前今適当に走っただろ。適当に全速力で走ったらそりゃ気持ちいいかもしれないが、そんな適当さが通用するのは初めのステージだけだ。生き延びたいのならそんな爽快感は捨てろ。わかっているのか、戦場に出るということは殺し合うってことなんだぞ。真剣勝負はフィーリングでやるもんじゃない。負けた、完全に負けた。ティル、俺はやっぱりお前に尊敬されるような男じゃないのか。いや違う、俺は誓ったんだ。誰だって最初からゴールにいるわけじゃない。俺が誓ったのはゴールまで走り続けること。たとえ何度つまずいたとしても。お兄ちゃん大丈夫？お兄ちゃん、おはよう。どうだ、初めて打ちのめされた感想は？確かにお前は強い。でも戦場にはお前より強い奴は山ほどいる。おそらく今回の作戦中にも遭遇するだろう。それでも行く覚悟はあるか、素人少年。
それとも今回は辞退して修行するか。いや、俺は止まらない。俺は行く。俺はまっすぐ前へ進むって決めたんだ。迷いはないか。なるほどね。死んだ友人のためか。え、なんで知ってるの。あ、当たってる。まあ論理的に考えればわかることだ。ずっと山の中に隠れてた臆病者が決意するに足る理由といえばそんなところかなと。今まで足踏みしてた分まっすぐ進むってことか。単純だな。なんと言われようとも俺は自分の道をまっすぐ進むだけだ。いや、否定してるわけじゃない。それでいいんじゃないか。俺は肯定してやるよ、そのまっすぐな答え。俺も斜めから見るやつは嫌いだな。お前はそれで奥まで行けばいい。棒ってのはまっすぐ入れないと気持ちよくないもんな。まっすぐ進め。そこにお前の本当の答えが見つかるといいな。テジロフ、悪かった。最初あんたのことを舐めてた。俺はもっと強くなりたい。だから特訓よろしく頼むよ。ああ、でも今日はもうしばらく休んどけ。休んでいる間にこれでも見ろ。あ、これは次の作戦で潜入するホープ砦の見取り図。港から近かったんでここに来る前に調べておいた。熱中しすぎて到着が1時間遅れてしまったわけだが、ま、別に調べてこいって言われたわけじゃないんで、これは俺のオナニーなんだけどな。じゃあな。ネル、広いな世界って。ティル、俺は走り続ける。世界に誇るものがある。ゼロと一と夢とで、ゼロから一が生まれる。人と人をつなぐ花。それが当たりかショックと言われる事件だ。シューティング。ダメ、もう我慢できない。オンラインの素質があるようだな。あの女が優しいとか。それでも俺は強くなりたい。それでこの残酷な作戦か。